まず、昨日は試合終わった後会見できず、すいませんでした。試合では試合開始直後相手に、もらった一発目のジャブは左目に当たり、まあ、それからずっと、それ以降22見えてしまいました。まあ、その後、右目も塞がってしまい、カットまでしてしまいました。まあ、今は怪我をしてしまったことに対する、悔しさと、情けなさでいっぱいです。田口選手はもとより、いろいろな関係者の皆さん、ファンの皆様には大変申し訳なく思っています。本当にすみませんでした。